これはメーカーの言う通りの使い方、問題ありません。1個でやってます、まあ、これは本用ですね。ほんと安定悪いな。それではこのワインだけで煮たビーフシチューいただきましょう。ワインで煮たね、この 100% ワインで煮たこのビーフシチューいただきましょう。ちょっとそこの方が焦げてるかな。まあいいや、どれから行こうかな。まあ いや、じゃがいもから行くかね、ではこのじゃがいもからいただきます。もうちょっとじゃがいもは小さく切りゃ良かったなってとこですが、ちゃんと火が通ってます。いや、このねスープの方、これいやレストランの味ですね。やっぱりワイン 100% でやるとね、コクっていうかね、風味がいや格段に上がりますね。肉、やっぱり肉ですね、この筋肉いってみましょう。噛むたびにね味がね染み出してきますよ、この筋肉っていうのはね。しっかり、しかもねしっかり火通してね柔らかいですよ。 しかもね筋肉だけあってそこそこ歯ごたえがある。歯ごたえとねコクとねこの濃い味たまんないですね。人参、まあ人参は人参ですけど、やっぱりねもうこのね半分か3分の2ぐらいに小さく切んなきゃいけないですね。ついね煮物だとね大きく切っちゃうんですよね、まあ火は通ってね問題ないです。まあ玉ねぎなんてね、まあ、簡単に火が通る、これデロデロですわ。ほんとこの食べた後口の中に残る残りがですか、いやこのワイン 100% やると最高ですね。そりゃこれ残ってんで飲んじゃいましょう、まあ、同じワインですからね使ったのと。ちょっとワインとして飲むと弱いですね、まあ、さっきまで飲んだのはこっちのね、ちゃんとしたワインですから、それに比べたらこれ相当に弱いです、まあ、料理に使うにはいいんですけどね。今日こうやってねこう 100% のねこのイオンのワイン、これ300円しないんですよ、税抜きではね。税金入れると300円ちょいか。だからこれねものすごく金かける点あるんですよ。これが100万円のねロマネコンティでこう全部で煮ちゃうっていう、そういう点もあるんですけどね、まあ、それちょっと私には無理ですからね。それはね本当にね100万登録1000万登録って人が、まあ、やってくださいってところですよ。まあ贅沢なビーフシチューになるんでしょうね。これは家庭はほんの筋のとこあったわ、ガチガチの筋のとこでもね食えば胃の中で溶けますからね。これコラーゲンですからね、肌にいいかもしれません、まあ、日本人だとねシチューでも飯っていう人は多いんですけど、やっぱりパンでいきましょう。これもトップバリューですけどね、いやこのねトップバリューのねこのバターロール意外とうまいんですよ。なんたってねバター入りマーガリン使ってるって贅沢さですからね、まあ、それだけねこれでね、6個入りでね105円もしますけどね、声優ならねもっと安いと思うんですがね、まあ、いただきましょう。いやバターの風味もしてますよ。トップバリューがこんなにうまくて良いのかって、そんな感じです。本当にビーフシチューにパンにワイン、完全に洋食ですね今日はね。まだまだ飯は残ってます。時刻は15時半ですね。にもかかわらず人はほとんどいないんですよ。たまたま上がってきた人がいますけど、まあ他はもうガラガラなんですよね、まあ、考えてみればね今日の予報はこれから雨なんですよね。18時頃からパラパラってくるって話なんで、山だともっと崩れやすいから早いかもしれませんからね、まあ、それゆえガラガラなんでしょうね。完食しました。いやほんとちょっと腹いっぱいですよ。このビーフシチューとこのバターロール6個、いやもう満足満足、これ以上入らんって感じですよ。まあワインもしこたま飲みましたからね。こういうねメニューをね地上のそれなりのレストランで食ったらいくらするんだってとこですね。
さてどうするかってとこなんですが、まあビーフシチューをね煮込んでる時にとりあえず話したいことは話しちゃったんで、あとこれから雨も降るってことなんでね、早々に片付けて撤収下山いたしましょう。忘れ物なし、本当にないよな。うん、大丈夫だ。では下山いたしましょう。今時刻はどうなんだ、16時8分か。どうしようかな。いや、まあ時間的にはね全然余裕なんですが、雨なんですよ。これからね雨が降るって予報なんで、1号路をちんたら歩いてたら途中でね雨でやられないかなって、そんなとこなんですよね。だから場合によってはケーブルカーもありかなと思っております。山登りの服装ってのはやっぱ難しいですね。今日登ってくるときね、日陰沢の方から来たわけですが、でイロハの森コースですか、上がってくるときはね暑くてね、こんなねレザーの上着なんか着られたもんじゃなかったんですよね。で山頂でねずっとねこう座ったらやっぱり寒くなってね、やっぱりこういったレザーの上着必要だってなるんでね。当然これからね5月こういったところゴールデンウィーク来る人も多いでしょう。やはりセーターとかカーディガンの類はねやっぱ持ってた方がいいですよ。本当の意味で草冠に明るい萌えの世界ですよ。緑燃えてます、これたまんないっすね。いつも夜のね誰もいない時間にばっかり見てるんですが、明るい時間だとまた印象が違いますね。これはこれで渋くていいもんです。どんどん下りましょう。こういうはっきりしたピンク色、そしてボンボンというね迫力ある咲き方、こういうのはね私の好みですね。いやいいもんです。ここ街灯一つの明かりの中、真っ暗の中歩いてるんでね、ちょいとしたミステリーゾーンって感じなんですが、いや全然ですよ。これはこれでいい感じのね山ん中のねお寺の道ってとこでねこれはなかなか凝っておりますね。いやいや見事見事、ちょいとした芸術ですね。まだねこのまま歩いて安くあげるか、それとも雨に濡れるリスクヘッジをして、ケーブルカーで行こうか、ちょっとまだ迷ってるんですよ。いや湿気で全然ですよ。これもしかしたらもう下界の方はパラパラ降ってんのかね。なんかそんな感じのなんかこのガスのかかり方ですよ。ちょっとやっぱこれはまずいかな。じゃあこっちから行きましょうなんて冗談ですよ。しょうがねえな。いつも銭金言ってますがね、金持ってたってあの世に持っていけるわけやないんでね、まあ、たまには贅沢しましょう。これケーブルカー乗ってきます。いや本当贅沢です。これに乗っていきましょう。特等席空いてますね。じゃあ行きましょう。苔むしてますね。いや歴史を感じます。ケーブルカーの運転台っていうのはいやシンプルですね。
っさりついちゃいました。いや、文明の力ってすごいですね。いつもね、本当に1号路はね、のたくた下ってるに比べたら本当楽です。当たり前ですが、平日だと土産物店も早いんですね、終わるのね。いや、緑緑ですよ。今時刻はどうなんだ。あ、ちょうど17時過ぎですね。うん、だからもういつ雨が降ってもおかしくないですね。予報では18時から雨ってなってました。では、ね、早々に高尾山口の駅へ向かいましょう。いかがでしたでしょうか。今日は高尾山を裏の方から日陰沢林道の方から登って、でビーフシチュー食って、でケーブルカーで降りてみました。まあ、それはいいんですけどね、なんかね、足の方が今一つ本調子じゃないですね。なんかやっぱり張ってきちゃいますね。もう大丈夫かなと思ったんですがね、やっぱり日々のねスクワットが逆に良くないのかもしれませんね。もうちょっとね筋トレの方をこう考えなきゃいけませんね。だって去年はねさほどね真面目にやってなかったですよ、筋トレんで。去年の方が山登りの方調子良かったですからね、ちょっとそこは考えもんですね。いやー、ほんとね、高尾山もいいんですけどね、やっぱり他のやっぱ丹沢系とかも行ってみたいですね。まあこれからまだまだね行きたいところもあります。まあこうご期待ってところです。今日はこれで帰ります。のダクレイでした。